バブ走行車は、フランス製の総輪式走行兵員輸送車である。1976年に収益し、5000両が生産されている、後部の左右両側に装備された、ウォータージェット推進装置による、水上航行能力と NBC 防護機能を、優れた、路外走行能力を合わせ持っており、多数の派生型が存在する。 バブには大きく分けて 4X4 輪式と 6X6 輪式の派生型が存在し、フランス軍では主に4輪型が使用されている。装甲兵員輸送車型助手席上に 7.62mm 機関銃、NF-1 もしくは 12.7mm 重機関銃、M2 のターレット、またはプロテクター M151RWS を搭載。 火力支援者型キャビン上部に 20mm 機関砲ターレットを搭載。戦車駆逐者型キャビン上部にホット対戦車ミサイル発射機を搭載。戦場救急車型ジュネーブ条約に基づき、武装は撤去されている衛星兵の項目を参照。式統制者型より強力な無線機を搭載。迫撃砲運搬車 81mm 迫撃砲を車内に搭載するか。 120mm 迫撃砲 RT を牽引し、弾薬と運用要因を運搬する。走行公平車型公平用の作業用車両、6X6 輪となっているのが特徴。などが挙げられるほか、フランス国家憲兵隊に放水銃あるいは、ブルドーザーブレードを装備した VBRG と呼ばれる派生型が配備され、暴動鎮圧を主任務としている。発展型のマーク2のほか、 現在マーク3が開発中であるバブアルタボネット地区とジャブル・モーセン地区の周波対立において両者の境界線の道路で警備に当たるレバノン国軍のバブバブはフランス軍不評連隊はもちろん砲兵連隊や騎兵連隊、公兵連隊などでも現在まで広く使用されており湾岸戦争やユーゴスラビア内戦及びコートジボワール内戦 マリ北部紛争への介入任務などに投入された。フランス以外ではモロッコが西サハラにおけるポリサリオ戦線との戦闘にレバノンがレバノン内戦などの同国内の武力紛争に投入した。ブラックホークダウン、マレーシア陸軍 PKO 部隊の装甲兵員輸送車として 6X6 輪式が登場。ソマリア民兵に苦戦する第75レンジャー連隊と デルタホースの救援に出動し、現場に到着すると負傷者などを限界まで収容して脱出する。撮影にはロケ地となったモロッコのモロッコ陸軍所属車両が使用されている。ありがとうございます。